お前は言っとけ。向こうが伊藤間違いに気づく前に契約しておけばよかったのに。こっちの伊藤は結局問題なかったな。中東の女性サポーターがヒジャブとかいうのつけてない人結構いたけど逮捕されるんじゃないのか。難しい選択だな。自分なら40億もらえるならとりあえずサウジ行ってみるけど、そんな人間はサッカーで大成しないんだろうな。10億だと24の選手が将来棒に振るには少ない額だろう。10億でもすごい事案。伊藤が今どれくらいもらってるか知らないけど、トップクラスでやれるのがあと10年もないとして、生涯で10億も稼げるか考えたらどうなんだろう。お前は行くべき。年俸10億ならキャリア捨てて行ってもいいよな。違約金をメインに書く必要あんの。例の件蒸し返される前に大金稼いでとっとと引退が最適解じゃないか。伊藤博樹ってそんないい選手に思えないか。大評価されすぎ。大表だとしょぼいことが多いが、シュツットガルトでは普通に主力で活躍してるから。伊藤なら行った方がいいんじゃないか。1年限定10億ならよくね。俺なら行く。行ったら終わり。サウジ行った選手、漏れなく堕落してるネイマールは踏んでグになってキャリア終了したし。伊藤博樹だとまだ欧州で稼ぐことができるだろ。強振で上下運動できる SB なんてどこのクラブでも欲しいからな。今までは CB がサイドにいるなぁとしか思わなかったけど、いつの間にか SB の動きになっててびっくりした。どう見ても中山より上だけど森安だから仕方ない。40億って年俸じゃないじゃん。いや10億だってどえらい額だけどさ。サウジは報道される金額はすごいけど、10年前の中国のサッカーバブルを超えるのすら無理そう。言うてブンデスでは板倉より評価高いからな。まあ今は SB と CB って違いあるけど、伊藤が CB の 2022-23 の時でもそうだったし。むしろ過小評価か。伊藤のスキャンダル発覚によって伊藤のスキャンダルはすっかり許されたよな。